アシュモア・カルティエ諸島アシュモア・カルティエ諸島は、インド洋、また 60km を隔てて、ティモール海に浮かび、アシュモア岩礁とカルティエ岩礁の3つの珊瑚礁から、なる、オーストラリア領の無人島。この島は 790km に位置する、ノーザンテリトリーのシュートダーウィンが管理している。無人島だが、ウェスト島に、自動気象観測所がある。オーストラリア政府と協定のもと、 砂地とサンゴ礁の海域はインドネシア人の漁場になっていた。しかし乱獲が目立つようになり政府はインドネシア人の漁を監視するようになった。20世紀の半ばにオーストラリアとインドネシアではインドネシアの伝統的な漁師の協定交渉の権利を公認した。オーストラリアの海底油田に隣接する領域からの石油の抽出を管理している。千七百年代までは インドネシア人の漁師が訪れていたが、1800年、イギリス船カルティエ港のナッシュ船長により、カルティエ岩礁が発見され、鮮明にちなんで、カルティエと名付けられた。アシュモア岩礁は1811年2月、イギリス海軍ハイバーニアの船長、サミュエル・アシュモアにより、発見され、船の中から、ハイバーニア岩礁と名付けたが、後に、船長の中から、 現在のアシュモアと名付けられている。1850年代には、アメリカの捕鯨船がアシュモア岩礁で運営し、林産を採掘していた。1878年アシュモア岩礁は、イギリス領となった。1880年1月5日には944トンの鉄の橋家がアシュモア岩礁のアンミリセントカルティエ礁で座礁している。アシュモア岩礁は、 アメリカとイギリスとの間で領有を主張し合っていたが、1909年にカルティエ岩礁と共に統合され、イギリス領となった。1933年に両岩礁はオーストラリア領となり、1938年にノーザンテリトリーの管理下に置かれる。1978年までオーストラリア政府に置かれる。1983年に、 アシュモア岩礁国立保護公園が設立され、1985年、アシュモア岩礁が自然保護区に指定。2002年にアシュモア岩礁国立保護公園がラムサール条約登録地となった。ありがとうございます。